さあ始まりました、ケイスケのクラクラ実況曲。実況を担当させていただきます、私クラクラチャンネルサブリーダーことケイスケでございます。お願いいたします。はい、今回はですね、長きにわたってお送りしてきました空軍合宿所、こちら最終回でございます。そしてですね、この空軍合宿所を企画してくださったポンタさん、ドズルさん、そして運営の方をしてくださった、群馬帝国遠征軍のクラメンの皆様、誠にありがとうございました。本当にですね、空軍の勉強になりました。私、根っからの陸軍派でございまして、空軍に携わることはめったになかったんですけれども、まあ、こんなに幅広い戦術ができるのかと、本当に感心いたしました。そして今回は最終回でございます。最終回ということで、今回運営の方をしてくださった群馬帝国遠征軍のエースの皆様のちょっと変わった空軍の編成の方をお送りしていきたいなと思っております。いやいやいや、本当にね、群馬帝国遠征軍の皆様、面白い編成とかやってくださったりとか、もう本当プレイヤースキルがすごい高いんですよね。こちら今攻めているテリーさんなんですけれども、ドラゴンを混ぜたラバーバールの編成で全開を取ってくださりまして、いやー面白かったですね。この編成は本当皆様に、見ていただきたいなと思って、今回動画にいたしました。そうですね、今回すべてのリプがですね、群馬帝国遠征軍様のエースたちの攻めでございます。もう隙あらば私も引き抜きたいなと思ってるぐらいのプレイヤースキルの持ち主でございまして、なので今回はですね、ポンタさんのブログでは紹介しきれないかもしれないので、私の動画の方でいろいろ何本かリプの方を紹介させていただきたいなと思ってやります。はい、というわけでテリーさん全開お見事でございます。あ、もうなんか喋ってる間にあっという間に全開ですね。2分ちょいぐらいで全開してしまいました。というわけで早速リプの方見ていきましょう。そしたら、何番見ていきましょうか。何番だったっけ。はい、こちら15番を全開してくださったのが、タンタンさんですね。タンタンさんの編成、面白いのがゴーレム1体のバルキリー4体のアルティメットかと思いきや、ジャンプとかでのなんかこう変わったハイブリッド的な編成で空軍の方をやってくださりました。まずは四字側ゴーレムを出して、ウィザードでサイドカットのアーチャークイーンで進軍を進めていきます。そしてですね、先に行ってしまうとこのクロスボウのあたりにジャンプを打って、対空砲2本を破壊して、で残りのラバーバルでラバー3体で残りの対空砲2本の方ですね、残った方を破壊していくといった形でございます。珍しいですよね、バルキリーを混ぜたハイブリッドみたいな編成っていうのはなかなか見なかったので、すごい、これ面白いなと思いました。さあどんな形で進軍していくかと言いますと、まずはそうですね、バルキリーたちを4体投入してアーチャクイの処理の方をしていきます。こちらですね。そして、こちら側からラババルを投入していきました。そしてペーストをたくさん持っていってるので、もう常にラババルが加速した状態で進軍の方を進めていきます。いや面白いですよね、バルキリー4体ますけどゴーレム1体、なかなか見ないハイブリッドですね。うまく相手の弱点を見抜いた編成と言えますね。いや本当にすごい、ぜひぜひクラクラチャンネルに来てほしいなと。今なら多分ドズルさんが iTunes カード1万円ぐらいね、用意してくれるんじゃないかなと思います。もう勝手なこと言ってますけれども、といった感じでもうあっという間に全開の方してしまいました。そうですね、もう残るはあと6時側のテスラとアーチャータワーぐらいですよね、ラババルに攻撃できるのは。といった感じで、いや群馬帝国の皆様って本当は相手の配置を見抜いた上で編成を組んで、でさらにそれを生かすプレイヤースキルを持ち合わせている、これがね本当にね感心いたしましたね。クラクラチャンネルでもまあいるんですけれども何でしょう、クラクラチャンネルはチーム力、なんか団結力すごくて、なんかこういった新しいことに挑戦するっていうか、なんか
なんて言ったらいいんでしょう、群馬の方々の皆様の方が自由度が高いのかな。なんかこういう風にチャレンジをバンバンしていくんですよね、こういったイベントでも。なのでそういった度胸っていうか、そういうのがあるっていうのは本当すごいなって思いました。さあ、そして、続いては21番を全開してくださったクーパツさんですね。クーパツさんはですね、タウンホール8の時はクラクラチャンネルに在籍しておりまして、でタウンホール上げで、除隊の方をいたしまして、タウンホール9位ぐらいからかな、群馬帝国の方に移籍いたしまして、もう今ではもう群馬のエースでございます。で、面白いのがですね、こちら6時側ガーゴイルとゴブリンでサイドカットをするんですね。そしてジャンプを打ってジャイアントを2体投入して、アーチャークイーンバーバリアンキングを投入して、アーチャークイーンの処理をしていきます。そして今回はですね、ラバ5体編成のラババルですかね。もうすごいですよね、こういったアチャクイと対空砲が偏った配置ですね。対空砲を固めて反対側にアーチャークイーンを寄せている配置なんですけれども、もうその配置の弱点を見抜いて、もうジャイアント2体だけしか持っていかないっていう、普通ゴーレムとか投入しそうですけれども、ジャイアント2体だけで間に合わせてしまうといった、こういったね、編成ってなかなかできないですよね。イベントとかでそういった動機は僕ないんですよね。といった形でこんな風にね、ラババルうまいこと回して、そして面白いのがヒーリングですね。ヒーリングをどこに打つのかと言いますと、見てください、こちら側の、ウィザード塔近くのヒーリングに、の方にヒーリングを打っていきます。おそらくバルーンがウィザード塔のターゲットに取られた時のためにヒーリングを打ったのではないかと、私は勝手ながら推理しております。クーパーツさんね、ぜひぜひ機会があればクラクラチャンネル戻ってきていただきたいなと思っております。ね、今ならね、こうドズルさんがなんか肩もみとかしてくれると思いますよ。もうドズルさんがね、積極的にね、動画にして有名プレイヤーにしてくれるんじゃないかなって思います。もう勝手に言っちゃってますけれども、私はい、というわけでルーバッツの限界お見事でございます。いやー、こういったね、なんか普段人がやらない編成で自分も全開取れるようになりたいですよね。なかなかね、こういった冒険心っていうのがね、なんでしょう、ないんですよね、私。やっぱり確実に全開を取りたいから、もういつもやってる編成で、まあちょこっと編成変えるんですけれども、もう、なんでしょう、全開取るためならいつもやってる編成で緻密にプラン練ってみたいな感じで攻めてしまうんですけれども、こういった冒険心ですよね、ほんとすごいなと思います。そして今回、続いてのリプがこちらのミスケさんのリプレイでございます。クイヒーラバルゴレみたいな感じなんですよね。これも面白くて、ライトニングとクエクでまず対空砲を1本折っていきます。そして上の方の対空砲はクイヒーで折っていきます。そしてクイーンはどうやって勝利していくかと言いますと、そうですね、こちらゴーレムを投入してバーバリアンキングを投入していきます。そしてそれで、クイーンの方を処理していきます。ここね、クイーンが壁に埋もれてるんですけど、これバーバリアンキングの射程距離内なんですね。ちょっとこれちょっと笑っちゃいましたね、見た時は。ここね、自分だったらもうチキンだからジャンプ1個で持ってって、まあ、確実にクイーンを処理して、でまあ施設を 1,2 個壊してラババルが回っていく距離をなんか少なくしようみたいな感じで行くんですけども、ジャンプとか持っていかずに、あ、もうここはもうクイーン処理できるなっていうので、フォアバリアンキングでだけで処理していきます。あとゴーレム一体投入してるのか。そして、敵援軍のラバがね、もうゴーレムの影をずっと取ってるので、もう放置状態ですよね、完全に。そしてラババルを、回して見事全開を取っていきます。あー、やっぱね、こういったリップって何回見ても、ため息が出ますね。うますぎて。クラクラチャンネルでも、こういった、ね、なんかこういう変わった攻めする人いますけど、なんでしょうね。この人たち、本当に実在する人間なんですかね。この人たち、人じゃないんじゃねって思うんですよね。
なんか電脳空間にしか存在しないなんかデータ的な、この人たちデータなんじゃねって思うぐらい緻密にプランを編成を組んで攻めるんですよね。何でしょう、これと頭の出来違うのかな。この人たちは本当何食ったらこんな攻めできるんだって毎回思うんですよね。はい、というわけで前回お見事でございます。ニスケさんすごいな、相変わらず。それでは最後に、あ、間違えた。それでは最後に、19番を展開してくださったゆうやさんの攻めの方を見ていきたいなと思います。こちらも面白いのが、ドラゴン2体混ぜてヒーラー1体も混ぜて、これなんて命名したらいいんだっていうような攻めでございます。こちらもですね、対空砲と、こちら対空砲ですね、アーチャークイーンが偏った配置でございます。こちらですね、面白いのがドラゴンを2体投入して霊場をかけてアーチャークイーンの方を処理していきます。こちらですね。そしてこちらの方はゴーレム1体つけてヒーラーをつけて、ゴーレムを延命させる目的でヒーラーを1体つけていきます。そして、中の方にね、どんどん進軍していくんですけれども、もうこのドラゴンはですね、もう対空砲が下の方に偏っていますので、全然生き残って SS の方破壊していきます。そうですね、ここちょっと面白いなと思ったのが、こちらの方ラババルで処理していくんですけども、まあ、ちょっと見ていてください。こんな風に展開していくんだっていう形ですね。はい、まず上の方11時側と、9時側からラバルの方を投入していきます。そしてもうラバすぐ溶けちゃったりとかして、スケルトントラップも出てきまして、もうラバもう危ういなと、これもう破壊できるのかなと思って見てたんですよ、このリプレイ初めて見た時。見ててください。はい、全然もう破壊というかできないんですよね。もうクロバルも落ちちゃってるんですよ、バンバンなんですけども、他の施設が破壊できてるんですよね。他の施設が破壊できているので、もうあとはこちら側ゴーレムとアーチャークイーンの方で進軍していって、でここを最終的に壊すといった流れでございます。そしてあと黒バル2体残っております。こちらの黒バルいつ出すんだろうと思って見てたんですよ。そしたらここに残った防衛施設を壊す目的ではなく、見ててください。はい、防衛施設壊しました。対空砲全部降りました。はい、まあ、あとは残った黒バルをお掃除タイムに使うんですね。はい、こちら側もそうですね、隅の大小屋を壊す目的のためだけに黒バルを投入いたしました。いやー、もう余裕の全開ですよね。黒丸2体余して、もうお掃除タイムに使っちゃうといった形の全開リプレイでございました。はい、というわけで以上で群馬帝国遠征軍様のエースたちのちょっと変わった編成空軍の攻め方でございました。やっぱりね、今回のイベントをやって思ったのが、群馬帝国遠征軍様とはもう本当に何でしょう、友好クランというかもう同盟クランでもいいんじゃないかっていうぐらい個人的に親近感を覚えております。もし、クラクラチャンネルなかったら私も群馬帝国遠征軍の門を叩いていたんじゃないかなと思います。それぐらい群馬帝国遠征軍様っていうクランは本当に素晴らしくて、スキルの高いプレイヤーがたくさんいるんですよね。なのでクラクラチャンネル、クランレベル10達成しましたら、もう積極的に50人対戦の方をやって、一緒に切磋琢磨していって、日本一、いや、世界一を共に目指していきたいなと思うぐらい、それぐらいもう本当にいいクランだなと思いました。でね、今日の動画ではちょいちょいね、うちに来てほしいなみたいなこと言ったんですけれども、まあ、それは本当、冗談ですね。まあ、来てくれたら嬉しいんですけど、まあ、それはそれで揉めますんで、これからも本当にいいクランでありたいなと思います。そしてまたこうしてイベントがありましたら、
私とか、まあ、あとドズルさん、あとクラクラチャンネル、ネロさんですね、ネロネロチャンネルでやっております。ネロさんとかが積極的に動画していって、あの群馬帝国遠征軍のエースの皆様の秀逸なリプレイ、こちらの方も動画にしていきたいなと思っております。というわけで以上、クラクラ実況局のケイスケでした。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。